日本北海道空知市長空知総合振興局、庁舎空知市長は、かつて北海道に存在した市長の一つ。市長名は、石狩国空知郡に由来する。市長所在地は、岩見沢市。2010年4月1日、空知総合振興局に改祖。道内における、空知市長の一南北に長い領域を貫く、JR 函館本線、道路自動車道。 国道12号を軸に多数の鉄道、幹線道路が接続しており、枝分かれした樹木のような形の交通網を形成している。中でも、鉄道と幹線道路の両方で接続路線を有する岩見沢市、滝川市、深川市の3市は交通の要衝として、広域的にも重要な位置づけとなっている。以下は、旧、空知市長官内における、 都市雇用圏の変遷である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。空地市長の自治体1、夕張市、2、岩見沢市、3、美梅市、4、足別市、5、赤平市、6、三笠市、7、滝川市、8、砂川市、9、宇多市内市、10、深川市、11、南保路町、12、内江町、 13、上砂川町。14、ユニ町。15、長沼町。16、栗山町。17、月形町。18、浦臼町。19、新戸津川町。20、モセウス町。21、チップ別町。22、ウリュウ町。23、北流町、二町。24、沼田町。25、加内町。空地地方は、全域が石狩国の領域に属するが、 南北に長い領域を持つため、さらに細分して、南空地、中空地、北空地と区分することがある。ありがとうございます。